疲れ様です。今日は5月10日金曜日、朝6時になりました。見るのも相場ということでね、お届けしたいと思いますけども、今ね、これ日足見ていただいてるんですけども、日足の中で注目するところはこちらにクローズアップしております。ちょうどですね、この辺りを切り取ったんですけども、赤三平が出ましたよね。赤三平、その後に日足が確定して、これね、陰線なんですけども、上髭と下髭を出して実体があんまりないですよね。これつまり上に行くのか下に行くのか迷ってる状態なんですよ。で、次のこのローソク足、今ね、陽線をちょびっと出しかけてますけども、これがどっちに行くかで方向性が決まります。ですんで今日は見るのが正解なんですよ。だって迷ってるわけですからね、ここで。迷いを出してるわけなんですよ。だから、三平を出した後に、一旦下に行って、で、N 字を書くように、こちらの方をブレイクしていくっていうのがね、期待できますけども、もしかしたらですよ、3つ上に上がって三平を出した後に、この迷いがあって、そのまま今度は下に進んでしまうかもしれないんですよ。この可能性は低いですけどもね。一番可能性が高いのは、こう3個行って、で、迷いがあった後、ここで一旦頭打ちになるっていうパターンです。そっから下に落ちていくのか、まあ、レンジを書いていくのかっていうふうな選択肢ですよね。まあ、この3つのパターンがいつもながら考えられるわけなんで、これを見るのが今日の役割ってことになります。ですんで、エントリーするのってのは、負けの可能性が7割、そして勝ちの可能性が3割ぐらいに逆転しますので、あんまりお勧めしませんね。まあ、そういった意味で、しっかりと見ていこうかなっていうところです。はい。じゃあ、4時間を見ていきます。ね、だから、やってはいけない日ってのはこうやってあるんですよ。見るべき日っていうのがね。見るべき日にエントリーすると負けますよ。はい。で、ずっと上昇トレンド書いてきましたけども、一旦ね、ここでちょっと大きな動きっていうか、頭打ちになってきました。これは今までの乖離とくっつきとちょっと状況が違うんじゃないかなって気がしますよね。要するに、ここまでの含み益が決済されてきてるのかなと思うわけですよ。で、そうであるならば、この下髭のところまでは一旦落ちていくのかなと思いますし、安くなったらなったでね、また買いが集中してきて、それが押し目になってブレイクがあり得るかなと思いますけども、それを見ていきましょうってことになります。はい。そして最後1時間です。このようになってるでしょ。上昇トレンドから今ほら、移動平均線割り出したじゃないですか。これと全く逆の状況ですよ。移動平均線の下から上に突き上げてきたから、上昇トレンドを意識することができました。でも今度は逆に上昇トレンドのローソク足が移動平均線の下に行ったわけですよ。でも支配波の4時間は上昇トレンドのままですから、その支配波に引き上げられて上の方に戻っていくことは十分考えられます。だから様子を見ましょうってことなんですよ。今相場は迷ってる状況ですからね。はい。ということで今日は剣でいきましょう。ですんで、あまり更新は多くしませんので、まあそうですね。1日平たく見ていけばいいと思いますんで、まあ、これをもって次が最後の動画更新になるかもしれないってことを FX オリアルの方は意識しておいてください。まあ、何か変化がありましたらね、途中で混乱しない程度に挟もうと思いますけどもね。はい、じゃあ本日は以上です。お疲れ様でした。